第4章 A 番第準決勝第2試合ヤクソリアンジーメロンエリーガドラメイチームは A 番第ツピ側が、準備ではキッシーディズニークマテストメンチ時間がない行くさあ行きましょう。ここはエリーディズニーさあどちらが先に捉えるか子供さあ来てるですねあっと超ドリル今回ね高速非常に伸びておりますので追加しづらいんですねやはりまだ出てしまいそうですねさあ全身捉えられないように突っ込んでいくさあそして立ち回りでいいダメージを奪っていくのはキッシーディズニーガードそしてこういう連携なるほどジャンプですよね投げる敵でもありますので非常に強力です今回は補正がちょっとついたらしいので、まあ、ダメージはちょっと抑えられているんですがさあ中央に投げてレーザー出してその前に固める DS ハイファーストを読んで初め投げたのはディズニー魚から逃げ回したいさあ空襲出しのどうかここバーストーせっかくワンチャンス掴んだんですけどねこうやって響きのみに引っかかって誰が出るヤクセルさんのアクセルさあ早く円安からダメージを奪っていったのはヤクセル EK が飛んできて空襲ダッシュ SI 金月立ち足払いからいいダメージ超痛いあと投げ返し HKDS 最初の面で追加ダウンを奪って奥は見えませんさあ出して 3B2 段目は一応上段だった気がする三丁目から投げを決めて後半円安ダメージさあ踏ん張りたいバーストに青キャンで完全に制すあっ強なんかもぞもぞしてると思ったらダストで相手が吹っ飛んでたあこれ強えなさあ今まではね当て技だったんですが今回1ミレーナからガードポイント技になっています発出なので場面によって前の方が良かったなと思う人もいるでしょうナイスさあこれ D 魚が非常にねこういう NP の蓄積されるキャラに対して非常にいい技ですねこう使っていきますねおっと足はいいこれデッドインの前方でしたがヘビーキラミス全部刺さったうわ今青キャンしないことに対してボブさんに怒られておりましたがさっきまで青キャンしてたのになんで最後だけしないんだとさあ先ほど大活躍のゴドルメイが大将として出てきますさあ先方代表戦今日の 3-on-3 対決3個で非常に多いレースデビュー中だマジかよどういう攻撃判定だよって感じで上がってんのに多分中に入れてスラッシュバック多いし勝ちがボコボコ当たるだすげえなるほどね最初のレーザー非常にいいですね面白いです空調子 S ハイから画面中央 CDZ が硬い硬い立ち回りそして見えない役詰めサンドリーチスタンプをジャンプして出せないチームさあ、じゃない
昭和でじゃないですね。そもそも走るんでしょう。そして見えない爪近くガード、オプションを作らせたくないメイドは少し無理してしまう。逆に大量に取れてしまうが、ここはブーメランジャンハイ。さあ上から行くか、厳しい展開が続くゴドルメイ。なんとか捉えたいが、前はい、よろけてもう一回いるか当たってうまい。おおすごいすごいすごいやべえ、いるかしらだよ、やべえやべえ。あドット守ってる、ドット助ける、あーおおイルカさんからのイルカは出てくるのかな、多分なんかポーンと出てくる。あー崩れた、ゲージは残っている、空中ダッシュです。やっぱり最後はジャンプです。さあ3本目はなんとか免れました。ノドルメイ、残るのはミリアとテスタメントです。ミリアとテスタメントっていうことはミリアをなんとかすればって感じですね、まあ、ミリアもなんか当たれば結構いけそうな、ありそうな、まあ、テスタメントは非常になんかねニエスが強くなったんで、メイのねジャンプ攻撃をどれだけ落とせるかになってくるんじゃないですか。あ、木星あ、打撃攻撃らしい、レコパンとかも動くのか、なんかね、アルが通常より高い位置に設置されるようになりましたので、この変更が動くのを、メイの大将どういう影響があるかなんですね。空中ダッシュが結構高い、ジャンプが高いんで意外と面倒くさそうな雰囲気をしたんですけど、判定もこういう風に結構ダッシュダッシュが多いから判定なさそうですね。投げて見えないぞ、一般ガードを飛ばして足からいっぱーっと怖い、避けられるかガードしてイエス、空中のガード厳しい時間が続く。デサメントまずは足網を一面張っているが、さあ捉えた、網が何枚あったこれ、戻ってきて、ゲージはないのでとりあえず回ってイルカが飛んでくるんですね。あー横から投げるか、ちょっと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 緊張、あー出ないんだ、イルカさんイルカさんですよね、イルカさんですね、もうイルカさんしかいないですね。あーエコンでいたい、あーどっちどっちどっち、メイエス3回分チームに場面ですね、役立ちですね。イルカさんイルカだけでいいんじゃないかな、メイエスがしっかり入る、イーガーからスルーイキス、イルカのサイドコーバーして23MP イルカコパン見てメイカでで、いいフォロー、あ、ジャンプこれ美味しいが、前回が取り合わなかったんですけど、ドライオーク S、S、ここは止めてフリカを飛ばすが、このヒットこらえて前、はい、あ、打ち出し、あー、コパンまでに縦イルカが刺さって、ゴドルメイが逆に立て、そして最初戦です、勝てば決勝進出。さあ、ジュンミリア対するはゴドルメイ。さあ結構ね、反対がデブいメイとはいえ、ミリアは今回非常にコンボ開発がね、どうなってるか分かんないんで、やってもらわないと、なるほどね、そういうコンボあるんだみたいな人は言えるんですけど、メイに対してはどういうコンボが入るか分かりません、ね。
やべえ、なんだろう、逆に飛行物体。さあ地上で始まる。じゃんけんヒット空中攻撃 AS 針を投げて前入り。でまだ針は拾えませんが、フリーイメージで崩してバースを使わせる。体力はメディアがちょっとリードしている形。イルカメディアに習いようになっちゃいましたね。ちょっと後ろに入ってもいいやつ。いいアドリブ、しっかり下ろしきる、素晴らしい。さあリーチは12や。あ、4割。あ、戻ってきた。エスケープはフィルターフォース。アイスラからジャンプ2枚。甘い。お、ワイドライン見ている。無駄。ワイドライン起き出すと抜け。セックスコンボ。おーっと、今までね、これ浮いて飛んできたんですけども、今回あれですね。エスから中断。あっ、出ました、マイハイからのオーバーヘッド。さあしかしジャンケー単発から空中のショット、ダメージ入りながらマイハイを落としてシングルガーデン。これが非常に強い。上から入り上げていくが、なぜかなメイ。先ほど中断していましたが、今回はシゲナン圧を加えて2敗決めす。ゴッドがここでできない。さあ2球からのスライドを投げ、で、さあこの少ない体力なら削り切ることができるでしょう。勝ったのはジュンミリア、大将粘って決勝進出。じゃあ次は行きましょうね。それでは決勝戦は、キーシャファースト AJ ファンジーボブクリフチームと今勝ちましたジュンミリア、キッシーディズイ、クマテスタメントチーム A バンダイでお願いいたします。じゃあね、枠は次枠を取ります。放送ツールで、まず放送終了するを押してここを押すんです。でこうなると生放送するっていうのがあるんで、押すと前が出てきて、そうそうそう、これを押してこれで OK です。だからこっちに行って、チェックを。